カビール・カーンは、インドの映画監督、脚本家、撮影監督。ドキュメンタリー映画を手掛けた後、2006年に、カブール・エクスプレスで、長編映画デビューし、ニューヨーク、タイガー伝説のスパイ、バズランに、おじさんと、小さな迷子、ファントムなどを制作した。デリー大学キロリマルカレッジ、ジャミア・ミリア・イスラミア出身。 1996年にゴータム・ゴースが監督したディスカバリーチャンネルのドキュメンタリー映画ビヨンド・ザ・ヒマラヤスで撮影監督を務めキャリアをスタートさせる。1999年にスバス・チャンドラ・ボースのインド国民軍を描いたドキュメンタリー映画ザ・フォーモットン・アーミーで監督デビューし、後に商業映画に活動の起点を移すようになった。2006年に カブールエクスプレスで商業映画デビューし第54回ナショナルフィルムアワードでインディラガンジー賞最優秀新人監督作品賞を受賞したその後にヤシュラージーフィルムズの下でニューヨークとタイガー伝説のスパイを制作し同社との契約が終了した後に自身のプロダクションハウスを設立した2015年に制作したバジュランギ おじさんと小さな迷子はインド国内で歴代第3位の興行収入を記録し、また第63回ナショナルフィルムアワードで健全な娯楽を提供する最優秀大衆映,映画賞を受賞するなど高い評価を得ている。同年にカトリーナ・カイフとサイーフ・アリー・カーン主演でファントムを制作し、2017年にリトル・ボーイをリメイクしたトゥーブリッドを サルマン・カーンと共に制作した。また、アマゾンプライムと共同制作で、インド国民軍を題材としたドラマシリーズ、ホーガット・ング・アーミーを制作した。2019年には、中国と共同で、ザズ・キーパーを制作する。映画は、生都市周辺で撮影が行われ、2500万ドルの制作費を投じ、インドと中国の俳優、女優が共演する。 ナショナルフィルムアワード健全な娯楽を提供する、最優秀大衆映画賞を受賞する、カビール・カーン・カビールは北インドのムスリムの父と、南インドのヒンドゥー教徒の母の間に生まれた。父ラシードッティーンは、ウッタル・プラデー主州ファルカーバード県下インガンジ出身のパシュトゥーン人であり、インド大統領を務めたザーキル・フセインの甥にあたる。共産主義者の政治家として、 インディラ・ガンディの支持を得ており、1970年代初頭には、ラージア・サバーの議員に選ばれている。また、政治学の教授でもあり、ジャワハル・ラール・ネルー大学の創設にも関わった。母・リーラーは、テルグ・語話者だった。姉・アヌジェは、チェイス、の監督を務めたビジャイ、クリシュナ・アーチャールヤと結婚している。カビールとアーチャールヤは共にアシュラージ・フィルムズで、 ヒット作を作り出す人気監督として評価されている。カビールはテレビ番組の司会者だったミニマトゥールと結婚しており、彼女との間に二人の子供がいる。ありがとうございます。